初めましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。またぞろ緊急事態宣言が出るぞと聞いてですね、思い出すのがあのハンバーガーショップのマクドナルドです。かつてマクドナルドと言いますとバリュー、お得のバリューということを打ち出しまして、月曜日から金曜日までの平日半額、平日半額を打ち出しました。この平日半額によって来店者はドッカーンと増えまして、その後も結局続くことになりますデフレ経済の宣伝をつけた、まあしかしその成功例だと、それこそニュースやワイドショーも褒め添やしておりました。そしてその後は深刻な経営不振に陥りました。経営不振の理由は平日半額だけではないのですが、当時この私、そのこと、まあつまずくだろうなということを予言しておりました。なぜか、いやいやいや、土日祝日は倍額、土日祝日は倍額になっちゃうからです。あくまで体感値ながら平日が半額で、それが月曜日から金曜日まであれば土曜日と日曜日は倍の値段になると、消費者の気持ちとしてはそうなっちゃうからです。なお今のマクドナルドさんといえば、お得感を織り交ぜながらも春のてりたまバーガーのように季節限定とかのいわゆる特別感という本当の意味でのバリューを打ち出して、この新型コロコロニュータイプの中の巣ごもり消費も相まみえて、今ドドンと大躍進をされております。はてさて、緊急事態宣言です。いよいよ3度目となりまして、今回はだいたい3週間ぐらいを予定されておりますが、この私の住む東京地方で言えば1年間で4ヶ月以上緊急事態宣言だったんです。週休2日の会社ならば土曜日日曜日は毎週緊急事態宣言になっているような話です。だから緊張感をあんまり感じないのは当然ちゃ当然の話なんです。そのくせニュースやワイドショーの皆さんというと、今回の緊急事態宣言にせよ、そしてそれを解除するにしても数字を出せ、まあいわばエビデンスを出せみたいなことをおっしゃっております。だがちょっと待ってほしい。いやいやいや、それではそのニュースやワイドショーは日頃どんなことをおっしゃってるんでしょうか。端的に表しているのが令和3年4月20日の名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信している昼下がりのワイドショーモンゴスマでは、愛知医科大学の三鴨博重教授先生様が、全員がマスク会食をすれば時短なんかしなくて大丈夫ですなんてね、大声を張り上げて力説されておりました。これにプロコメンテーターとして八面六臂の大活躍をされております橋本徹さんが、マスク会食を義務化できていれば防げていたなんてね、完全同意しておりました。白がこう言ってます。机上の空論。はい、マスク会食にエビデンスはないでやんす。マスク会食を最初に提唱したのは黒岩祐治神奈川県知事で、この時ニュースやワイドショーの人たちはケラケラケラと笑い飛ばしておりました。そしてこのマスク会食なるものに菅総理が同意した時に、ニュースやワイドショーは盛大に批判していたんです。ただしこの私、黒岩祐治神奈川県知事を責めるつもりはありません。政治リーダーとして何かメッセージを出さなければならないって考えたのかなと思うからです。というのは、飲食店のみに休業要請を出すエビデンスがないでやんすだからです。 JX 通信社さんがまとめてくれている感染事例報告施設、まあ、どこで移りましたか、どこで見つかりましたかということを定点観測していると、圧倒的に多いのは医療施設と福祉施設です。飲食店は全国平均でも 14% ぐらいで、東京都に至っては 10% をちょっと超えるか超えないかです。そしてこの飲食店もどうも密になる接待を伴う飲食店で、いわゆる1年前に言われていた夜の街案件と報告されております。すると飲食店という大雑把な括りではなく、時短要請や休業をお願いするポイントは絞られてきます。ただしそれでも大繁華街を抱える大東京でも飲食店というのは 10% ちょっとの話なんです。対して医療施設や福祉施設、これを東京都の場合ガチコンと足し込むと6割 60% にもなります。つまり医療施設と福祉施設の休業を要請すれば約6割新規陽性者が減るという、まあ机上の空論にはなります。だから机上の空論だけに、もちろんそんなことできはしません。そしてそもそも論に立ち返った時に、1年以上が経過して様々なエビデンスが揃いました。するとこのニュータイプという病の位置づけ、社会的な位置づけを今再設定しなければならないんです。
安倍前首相が結局は退陣表明になりました。昨年8月末の記者会見では特定感染症の2類相当から5類相当への変更が行われるんじゃないかということが噂されておりました。5類とはすなわち季節性インフルちゃんと同じで、正しく恐れなければなりません。しかし2類に該当する SARS や MERS ほどはおっかなくないということです。そしてこれはもう半年前に明らかになっていたことです。ただし政治決断にはタイミングが必要です。だからもはやこの指定の変更というのは、一番早くてもオリンピックが終わった後とか衆議院議員選挙が終わった後、その結果をもってになるかなと思います。一方でこの病の実像、実際の姿を伝える努力、これが政府に求められます。というのは、旅立った人のうちの4割がもともと寝たきりだったという報告が上がっているからです。令和3年4月21日の東洋経済オンラインさんにこちらの見出しの記事が掲載されました。ニュータイプ、旅立たれた患者さんの4割がもともと寝たきりの破門だって。横浜のお船で現場を仕切ったお二人の本物の専門家がこの1年を通じてゲットしたエビデンスを紹介してくれております。こちらの記事では、病を得たとしても重症化しなかった派、しなかった派の受け入れてくれる病院がないというんです。現時点での手持ち情報だけからなんですけれど、大阪府だとか大阪市の病院が急に満杯になっちゃって 100% を超えちゃった。その理由もこうしたところにあるのではないでしょうか。さらに医療崩壊の瀬戸際に立っていた札幌市の事例をこちらの記事より紹介させていただきます。クラスターが発生し、その後亡くなった患者に限ってその感染した場所を調べてみると、療養型病院 47%、 一般病院が 29%、 精神科病院 7%、 施設 17% で、療養型病院が半数を占めていました。さらにクラスター発生病院で感染して旅立った人の 72% は寝たきり状態だったことが分かりました。これは期間中の札幌市内の全死亡者の 45% に当たります。つまり札幌の病院の中での院内感染で旅立たれてしまった人のうちの 72% がもともと寝たきりで、これを札幌市内全体の旅立たれた人の数で割り戻してみても 45% がそうだったということです。これは今年の頭にネットで話題になりました、とある Facebook の投稿に接続します。それはニュータイプによって旅立たれてしまったおばあさんがいて、そのお孫さんの投稿です。昨年末にはすでに年を越せませんよというお医者様から宣告を受けていた。そしてすでに意識もなく、食事もご自身で取れないような状態だったようです。そして苦しむこともなく眠るように旅立たれたということなんですが、しかし死亡診断書にはニュータイプと書かれていた。これなんでいいのかなと、そのお孫さんは社会に対して一石を投じておりました。俗に大往生といっても家族にとってはかけがえのない話なので、軽々な話は控えておきます。ただこの時点で振り返らなければならないのが、ニュースやワイドショーが大騒ぎする若者が重症化するという話です。若者への感染率が高まり、若者も重症化するぞとニュースやワイドショーは恐怖を煽ります。しかし現時点でエビデンス、そんなのねえよということはほとんど伝えられません。今のテレビ局がずるいのが、ネット配信だとか BS のストレートニュースなんかで、ほらほら一応ちゃんとね伝えてますよとアリバイ作りをしているところにあります。白がこう言ってます。やってるか。そんなやってる感満載な記事を日テレニュース24に見つけました。令和3年4月21日のリードはこうあります。ニュータイプウイルスの流行状況などを検討する厚生労働省のアドバイザリーボードは、変異ウイルスによる子どもの感染リスクについて従来型のウイルスと変わりはないという見方を示しました。そりゃそうです、同じウイルスなんですから。ところが今の地上波テレビのニュースやワイドショーを見ていると、今すぐにでも小学生があるいは幼稚園児童がねかかっちゃうよみたいな的なっぽい恐怖を煽る報道を繰り返しております。例えば令和3年4月21日のテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでは、皆様大好きな社員さんが大阪府の新規陽性者が増えたことについてこんなお話をされておりました。変異株で言えば、従来株と違うのは若い人から子供にも感染が広がってるということなんですね。だからそこでクラスター分布が6個関連というのがあるんですね。昨日私ある小学校の豊中市の小学校の話をしたんですね。大阪の豊中市のだからここ2億人ぐらい教職員になったら感染が見つかって、話長えよ。この長いお話、実際のところは司会を務めるフリーアナウンサーの羽鳥慎一さんの
よいしょとばかりの愛の手を挟んでまだまだ長く続くのですが、省略しておきます。ただその結論は愛も変わらず PCR 全員検査でした。 PCR 検査についても別の話が出ておりますが、まずこの大阪府豊中市の小学校の事例を紹介します。大阪府豊中市の小学校で教職員22人が新規陽性者となりました。そして児童の中の一人が体調不良を訴えて PCR 検査したら、これが新規めっかっちゃった、まあ、陽性反応が出たので全児童で検査したところ、合計で13人の児童が新規陽性者と確認されました。これをもって子供を感染すると皆様大好きな社員さんはおっしゃりたいようだったんですが、だがちょっと待ってほしい。いやいやいや、常識で考えれば児童の数より教職員の数の方が少ないはずです。そしてその少ない方の分母で22人の教職員が新規陽性者になりまして、圧倒的に多い児童の方全員調べても13人だったと。つまり新規陽性者の実数で教職員、つまり年齢の高い人の方が上回っているんです。また児童の方の内訳というのは、体調不良を訴えた1人とその後発熱が確認された1人、まあ、つまり2人だけが症状があって、残りの11人は無症状だとケロッとしていましたよと、産経新聞は伝えております。つまり若者や子どもは感染しないわけではなく、するけれどその割合が少ない、確率が低いということで、そして新規陽性者めっかっちゃったとなっても8割から9割が無症状だという、これまでのエビデンスがあるでやんすという話になります。こちらの豊中市の児童の場合、分母が13で13分の11とかなので、これをエビデンスだと言い張るにはちょっとね、あの数が少ないのですが、しかしやっぱり今まで言われてきた通りだということです。またテレビ朝日の朝の番組が大好きな PCR 検査にしても、今年の1月16日に前田治さんがツイートしたところにはこうあります。松原君 PCR の検査数で煽ろうとしたが、教祖様東大先端研児玉名誉教授が日本の CT 値の話が CT40 以上でウイルスが5個で陽性としている問題、1000個以上でないと感染不成立でぶち上げられ、松原君どぎまぎ、年末年始倉持君の施設の CT 値は適切だったのかですって。この話をざっくりとまとめると、世界トップクラスの研究機関で人間に感染するには1000個のウイルスがないといけないのに、日本の CT、PCR 検査の CT 値というのは5個、わずか5個でもめっかっちゃったになるように設定されているというんです。このお話をされているのが昨年7月の閉会中審査に呼ばれて目を覆わんばかりのなどとね、いやあのエモーショナルなお話をされていて、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんがたびたび引用をします、東京大学の児玉達彦名誉教授先生様です。つまり自分たちが日頃引用している名誉教授先生様が PCR 検査について新たな知見を紹介しているのに、こうしたものは朝の番組で報道しない自由の上で、つまりは自分たちに都合の良い情報だけをつまみ取ってつまみ食いしてるんではないかという疑惑がズドゴー。そしてその疑惑のベクトルというものはいつも同じで、視聴者の皆さん怖いだろ、おっかないだろ、だから自宅でロックダウンしてテレビだけ見てね、視聴率上げて俺たちの懐にじゃっこんじゃっこんお金をね、まみつくような状態にしてね、え俺たちテレビの側は上級革命、上級上げ上げだから GoTo スタジオ、 GoTo テレビ局上げ上げと、冗談はともかく今ニュースやワイドショーからというよりもテレビの前から視聴者の皆さんやスポンサーの皆さんが消えた消えた消えたとなりつつあります。あのどこかの国の大統領選挙を挙げるまでもなく、改めてエビデンスの大切さを確認してしまう今日この頃でございます。今後も正しく恐れることに変わりはありません。イラッとした時は深呼吸、そしてケラケラと笑い飛ばして免疫力を上げ上げ、というわけでみんなで頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。より良き表現空間のため、フィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
な外交安倍晋三完全勝利説という物語なのにモルゲストよって答えたんで、じゃあモルゲストよかって紹介した赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。宮ちゃんじゃんけん、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、着替えますね、一緒にグータッチ。そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんが、いつも心は V サイン。それでは本当のバイバイ。